皆さん、こんにちは。2022年に開催された北京オリンピックにおいてメダル候補の一人として注目され、女子シングル銅メダル、団体戦銅メダルに輝いた坂本花織選手。フィギュアスケート界では珍しいお笑いキャラで、愛嬌ある振る舞いと4回転ジャンプなど難易度の高い技にチャレンジするギャップが人気の一つとなっています。今回は坂本花織選手のこれまでの経歴や私生活について深掘りしていきたいと思います。坂本花織選手には韓国人とのハーフなのではないかという噂が存在します。もちろんこの噂はガセネタで、坂本花織さんはれっきとした日本人です。どうやら坂本花織さんの実家が兵庫県神戸市であることが理由の一つになっているようです。神戸という土地は日本の中でも在日韓国人が多く、坂本花織さんもそうなのではないかと思われたようです。また見た目もとても色白で、顔立ちが韓国人に多いこけし顔なので、それもあって噂につながりました。坂本花織さんのみならず、本田真凜選手もこけし顔なので韓国人ハーフという噂が浮上していました。また阪神タイガースの金本智明元監督に似ているからという点も韓国人説に拍車をかけたようです。金本監督も在日韓国人という噂があるので、2人が似ていることから噂につながったようです。いずれにせよ両親は紛れもない日本人なので、韓国人ハーフというのはデマということになります。坂本花織選手は2000年4月9日生まれ、兵庫県神戸市の出身です。父の坂本修一さんは警察官です。2016年9月には兵庫県神戸市の三田署副署長となっています。地域指導課自責兼調査官として地域の安全を見守っていたようです。日本では警察官になれるのは日本人のみなので、父はまず日本人で間違いないと思われます。またオリンピック出場条件に国籍要件というのがあります。国籍を持っている国の代表として参加することが定められているので、外国国籍だと参加できないということです。坂本花織さんが2018年の平昌オリンピックに出場した際は18歳の未成年でした。未成年の場合は帰化、外国籍の人が日本国籍を取得することが認められていないので、坂本花織選手は間違いなく日本国籍です。2019年には父と娘で交通安全啓発のキャンペーンに参加しており、制服姿を披露していました。この時に来年退官と紹介されており、お父さんは現在定年退職しているようです。坂本花織さんはお父さんが40歳くらいの時に誕生したお子さんなので、相当可愛がってきたのでしょう。父は警察官ということは公務員なので安定した収入があると思います。しかし一般的な公務員ということからお金持ちというほどではないと思われます。坂本花織さんは4歳の時からスケートを始めていますが、フィギュアスケートは大変お金がかかることで有名です。毎日スケートリンクを使うだけでも使用料が発生しますし、コーチへのレッスン料も払わなければいけません。スケート靴は1足20万円近くするほど高額で、年間に 2,3 足消耗します。坂本花織さんクラスになると海外の大会にも出場しますから、遠征費もかなりかかります。トップクラスになれば年間1000万円はかかるそうで、一般家庭ではとても払えないでしょう。警察官で役職があっても習い事に年間1000万円はなかなか出せないと思われます。となるとお母さんがキャリアウーマンなのではないかと思いきや、母の悦子さんは専業主婦だそうです。坂本花織さんを練習先へ送迎したり栄養管理をサポートしたりするため働く時間はなさそうです。そして落ち込んだ時は優しい言葉をかけるなど、メンタル面も支えているようです。またお姉さんは2人とも働いており、坂本花織選手のサポートをしています。家族全員で坂本花織選手を支えているということが分かります。そして2017年からはシスメックスとスポンサー契約を結んています。シメックスは本社を神戸に置くヘルスケア関連企業で、年商2500億の大企業です。何かと資金面ではサポートしてくれているのでしょう。坂本花織さんは神戸市で誕生し、両親と14歳年上の長女、12歳年上の次女と5人家族で育ちました。お姉さんたち2人は
とても年が離れているので、小さい時は母代わりのような存在だったそうです。2003年、NHK 朝の連続テレビ小説、てるてる家族を見ている時に、主人公の姉がフィギュアスケート選手だったので、そのことからスケートに興味を持ち始めました。フィギュアスケート以外にも、水泳やダンスも習っており、スポーツ大好き少女だったようです。4歳で近所のスケートリンクに行き、競技人生がスタートします。4歳の頃はスケート教室に入っていて、当時のビデオを見ると、キャッキャしながら楽しそうにはしゃいでいる様子だった。と家族は振り返っています。坂本香織さんは、初めてスケート靴を履いた時から、恐れずにいとも簡単に氷の上に乗っていたそうです。新しい技やジャンプができるようになるのが、とにかく楽しかったと本人は述べています。さらに、水泳の才能も開花して、糸満スイミングスクールのコーチ曰く、フィギュアと同じ時期に始めたが、水泳のセンスも抜群と絶賛されていました。神戸市立渚小学校時代は、全日本ジュニア選手権で9位に入賞し、全日本ノービス選手権では優勝しています。小学校時代から、すでに才能を開花させていたことがわかります。中学校までは、水泳も同時に習っていたので、かなり多忙な毎日でした。水泳は週5日で、フィギュアスケートは週3日だったそうです。日曜日の午後くらいしか空いている時間がなく、あまり友達と遊ぶ時間はなかったようです。神戸市立渚中学2年生になると、水泳の選手コースに行かないかと誘いを受けました。坂本香織さんは、水泳についての印象を、水中にいるのがまず苦しくて、普通に息が吸いたいし、吸いたい時に吸える方がいいと思った。水中だとずっと潜ってないといけないから、と述べています。水中は苦しいという理由で、あっさりフィギュアスケートを選んだそうです。2012年には、全日本ジュニア選手権大会に出場し、その後世界ジュニア選手権にも出場しました。ピョンチャンオリンピックでは、6位に輝き、母校で報告会を行っています。現在は、神戸学院大学経営学部に在籍し、大学4年生です。フィギュアスケート選手として活躍する坂本香織選手、北京オリンピックでは見事銅メダルを獲得し、世界選手権では金メダルに輝きました。そして2022-2023シーズンからは髪の毛をショートカットにイメチェンしより可愛くなった印象です。そんな坂本香織選手には彼氏がいるのでしょうか。坂本香織選手に彼氏がいるという情報はこれまで出ていません。雑誌の取材で坂本香織選手が大好きだというハートのピアスをつけていました。もしかして彼氏からのプレゼントなのかと思いきや、友達からのプレゼントだそうです。坂本香織選手の飾らない明るい性格だと、彼氏ができたら隠すことなくニコニコで彼氏できましたと報告してくれそうです。坂本香織選手はお菓子作りが好きで、中でもガトーショコラは得意中の得意なのだそうです。彼氏ができたらきっと作ってあげるのではないでしょうか。今まで競技に打ち込んできて、坂本香織選手には彼氏を作る暇なんてなかったのかもしれません。ただ坂本香織選手はまだまだ現役を続けていくようです。彼氏とのラブラブな日々はもう少しお預けという感じでしょう。いかがだったでしょうか。今回は坂本香織選手のこれまでの経歴や私生活について深掘りしてきました。見た目がこけし顔なのと、在日韓国人が多い神戸市出身なことから、韓国人ハーフと間違われていたようです。家族全員で坂本香織選手をサポートしているというのが素晴らしいと思います。日本フィギュアスケート界の中でも珍しくムードメーカー的存在として突出しています。仲間のボケに突っ込むなど、関西人らしい陽気な性格をしています。これからの活躍にもますます注目が集まることでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。